こんにちは、チューケンスパパトンでございます。よろしくお願いいたします。買いました、新しく銀のブレスレットね。これかっちょいいでしょ、これね。銀色はね、魔物を弾くんですよ。そしていただいたね、この高級お術とせがれにいただいたね、高級時計して高級やないかい。もうこんなことすげえ喜んじゃったりするんですよね。最近さ、なんかね、ちょっとね、ちょこちょこいろんなところで目にするんですけどもね、生年月日でもなく、何にも根拠なしにですよ、ご相談者さんに対してね、あなたのお悩み伺いますなんてさ、それでは、心を解放しますよなんてね、やってる人ちょっと目につきます。占いさんもそうです。いわゆる統計学も無視したりね、いろんなことをしてね、心解放しましたよとかね、どうですか、ストレスが取れたでしょうと、みたいな、売名行為なんだかなんだか分かんないですよ。認証要求だか認証設定なんだかよく分かんないですよ。そうですかなんてね、未来者さん、そうですかなんて聞いてるんですけどね、甘やかしちゃダメですよ。もう僕もそうですけどね、違うものは違うって言ってくんないと分かんないです、当たってないんだけどっていうふうにね、パパ全然当たってないんだけど、言ってることさっぱり分かんないんだけどって、ね、言ってくださいよ。ドンチンカンなこと言ってると思いますね。僕はね、ご先祖様の声を伝えてるのでね、例えばね、ご先祖様がこういうふうに言ってるんだけどっていう時にどう聞いてますかってね、なんか竹にまつわるもの欲しがってると思うんで竹にしてくださいとかね、おばあちゃん甘いもの食べたがってるんでおばあちゃんに甘いもの備えてあげてくださいとかね、そういったドンチンカンな発言をすることもあると思いますけどもね、タイムラグがあるので、ご先祖様の声っていうのをそのままストンと伝えられるかっていうと、まあなかなかね、難しいところがあるので、持ち帰ってね、お答えしますってこと多いです、 LINE と交換してね。でもね、例えばね、僕がね、最近女房の機嫌が悪いんですけど、どうしたらいいでしょう、それで僕ストレスがすごい溜まっちゃってるんですけど、わかりました、何も聞かないでさ、それでは心を開いてください、あなたの奥様に対する心を開きますよ、ストレスを取りますよ、肩の力を抜いて右手をリラックスしてください、もうわんわんわん、今ストレスが私のところにあります、ああそうですかって聞いてね、ありがとうございました、無駄な時間過ごしてんだからありがとうございましたなんて言わない方がいいと思う、本気で聞いてんですかね、もうそしたら大したもんだなっていうふうに思うんですけどね。ダメだっていうふうに思った時にはね、何言ってんのっていうふうに伝えないと、よからぬ方向に行きますよ、図に登らせますよ、そういう人たちが増えることによって、真摯に向き合ってるね、カウンセラーの方々ですとかね、きちんと勉強してきたね方々、いわゆる統計学にしてもスピリチュアルにしてもですよ、量子物理学にしてもですよ、宗教にしてもですよ、学んできた方々っていうものを侮辱しすぎてますよ、僕は何も学んでないんで、僕に対するバッシングは大いに結構でございますよ。学びなき男ですからね、見たまんま伝える、絵が綺麗だな、お星様綺麗だなっていう風に、そんな風に言ってるっていう風に思ってくださって結構ですけども、そんなに簡単に取れるもんじゃないでしょ、ストレスだとかそういうのっていうのはさ、まあよからぬ悪い返事くりんたものは取りますよ、でも残像は残りますよ、その当たり前なんですよ。そんなに簡単にさ、わわわなんてストレスが取れたらさ、もう苦労しないぞ世の中ね、と思います。なのでね、何が目的なのかわからないようなものに対してはちょっと不気味に思った方がいいですよ、という発信でございますけどね。真面目にやりましょうよ、僕も結構真面目にやってますよ。これでもね、皆さんね、アンチの方にするとね、なんだこのおっさんってね、適当なことばっかり言いやがって、何が見えてんだよなんていうふうに思うかもしれないですけど、ね、呪い殺すぞなんて思いますけどね。そんな感じですよ。あのね、世の中を明るい方向に向けていくっていうことに対しては大いに賛成でございます。ストレスを取ったでしょっていうことに対しては大いに賛成でございます。僕がなんでこういうふうに言うかっていうとね、そういったものに引っかかってね、挙句の果てにね、有料と称されてね、お金を取られてですよ、よからぬグッズを買わされたっていう耳に入ってまいりました。そうなっちゃうとめんどくさいでしょ、付き合いが始まっちゃうとさ。
無料でもって何回か行ってさ、断りづらくなっちゃってさ、お会いしましょうなんてね、これをお持ちになってればこれはストレスを解消する石でございますなんて言われちゃってさ、なんかさ、そのなんか変なの顔されたみたいですよ。だからそういうことになってしまうので、まあ賭博地として無料はいいですよ。でもね、変だなとかね、疑うのも本当かよっていうふうに思うものに関しては閉じられた方がいいよっていうようなご発信でございますね。本当にね、また毎度毎度の短い発信でございますけどもね、よろしくお願いいたしますよ、というご報告でございます。この後ね、警視庁未解決事件シリーズとですね、井の頭公園ね、バラバラ事件、そこもね、霊視してまいりました。いよいよ夏を前にして本格的なシーズンになってまいりましたけどもね、あと幽霊ドライブね、こう待ってますよ。マジで見たいって人ね、僕は付き添わないですけど現場まで連れてきますんでね、そういう方はね、ほんとマジに来てくれたら連れてきますよ、責任取らないですけどね、ほんとマジに責任取らないですよ。もう今年の夏はますます軽く行こうかと思ってね、もう責任したこっちゃない、でも連れてってあげるよシリーズっていうのが始まってますけどね、みんなほんとハッピーにね、心軽くしてまいりましょう。今日白い服着てるんでちょっとテンション高いです。本当にね、ヘチクリのやつには騙されないでください。怪しいやつには騙されないでください。まあ僕が怪しいと思ってるだけで、お信じになってる方はお信じになっても構わないですけどもね、統計学、宗教、占いさんにしても何にしても勉強なさってる方はきちんと勉強なさってます。持ってる人は持ってます。オーラというものを持って受け止めるだけのものを持ってます。僕が推薦している人っていうのは僕が見て持ってる人だけを推薦しておりますのでね、いかに無料と言ってもですよ、僕なんかのライブで無料でやってくださってるみこちゃんですとかね、様々に持ってる方、僕がご指導して伝えるべきも伝えなさいっていうことでもってね、伝えてますけどもね、あくまでもさ、へんちくりなグッズで売ったりなんかしませんので、ご安心くださいね。ということで、幸せかもんでまいりましょうね。なんか最近がさ、最近こう骨格が細くなったのかさ、なんか頭がでかくて幼児体験になってきたような気がするんですけど、どうでしょうか。神の魂と仏の魂を落として幸せを呼びましょう。幸せかも、幸せビーン、ブワー、乗り切りましょうよ。